マジ？うん、めっちゃかわいい。見てもうピンときたもんね、これするってね。不思議な感じするの、うん、どういう、わかんないけど、なんだこの絵はみたいな。まあ、すごいな、そういう絵なんだけどね。まあね、お母さんはどういう絵を描く、色塗りをするのかな、ね。あ、今ちなみにバージョン1の方をやるからね、皆さんよかったらバージョン2の方も見てください。バージョン2の方はこっち塗ります、こっちはこっちを塗ります、バージョン2の方はこっちを塗ります。で、今バージョン1で塗ってるのはこの絵です。塗り途中ですが、これを塗ってます。今更ですが、高評価、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。最後まで見てね。あまりにも動画が静かになっちゃうから。はい、皆さん、だいぶ進んでしまいましたが、こっちゃんの絵はこんな感じでございます。かわいいなって思った方はグッドをお願いします。うん、ちなみに色はこんだけあります。じゃじゃん、次はどれにしましょうかな。じゃあ目をずれて、これ、おー、オレンジ色でごすね。オレンジ色でこのね、なんか可愛らしいやつ、わかんないけど、なんかを塗ります。で、目つぶって、でこちらですね、こちら塗りますね。近くに近づいていきますか。いきますよ、この子塗りますね。ちなみに私は中は塗らない方なので、次はこれ、もう水色ですね。で、この大きい子を塗りますね。はい、ゆき、続いてはこれ、お、黒色ですね。この子塗りますね。続いては、おお、銀色ですね。じゃあこの子塗りましょうかね。じゃあ最後銀色、じゃあどうしようかな。なんかこれまた水色ですね。ここを塗りましょうか。最後の一色はこの色にします。なんか緑っぽい色かな、なんかそんな感じの色です。はい、完成です。次、こっちゃんが描いた絵は、あ、ちなみに裏こうなってます。こっちゃんの描いた絵はちょっとあれなので、ノートで背景にします。いきます、こんな感じです。かわいい。簡単にご紹介しますと、この子の題名、これの題、このあの塗り絵が宇宙の塗り絵という題名になっていて、私がイメージしたのが宇宙って書いてあったので、この題、この私が書いた題名では宇宙での出来事っ
という題名をつけました。で、宇宙での出来事っていうのは、宇宙でこのなんか宇宙の生き物たちがこう遊んでて、ピンクのオーラが出ていて、で虹が出ていて、こっちにもちっちゃい虹が出ていて、でお日様があって、お星様とかがあって、で最後に大きなちっちゃな生き物を囲む大きな星を描きました。イメージしたのは宇宙です。それでは皆さん、ご視聴ありがとう、見てくれてありがとうございました。それではまたの動画でお会いしましょう。バイバイ。最後のじゃんけんをしますよ。最初はグーじゃんけんぽい、私はパーを出しました。それでは皆さん、さようなら。